皆さんは新旧問わずギャルタレントの中で誰が一番好きなんですか？教えてください。まずはこの方、みちょぱ。一見喋り方とか男運のなさとか見た目とかネイル、髪の色とか全部取ったら、まあ綺麗なギャルですよね。もちろん努力もしています、ご覧の通り。ただね、頭がいいんですよね。そこをどう取るかなんですよね。ギャルはやっぱりパッパラパーじゃないと。続きまして、ゆきぽよ。男運のなさでは先ほど同様か。しかしながら、こちらは先ほどと違ってぽよっとしてますよね。抱き心地がいいというか、触り心地がいいというか、そういった意味ではいいかもしれないですね。まあ、好き勝手、好みは全然違うんですけど、でも高校の時から可愛いですよね。なんかバインとかで有名だった気がします。やはりね、ハーフ美女ギャルということにしときましょう。エントリーナンバー3番、ニコルン。最近はね、少し大人になって年を重ねられて綺麗になってね、髪の色もなんか感じも落ち着いてきたけど、最初はね、なんかツインテールみたいな感じで、リップ赤くて、ニコルン、ニコルン、あ、こんなこんな、ニコルンビームはどっか行ったんですかね。体見たら分かる通り努力の人です。これもどうでしょうか。続きまして、益若つばささん。今でこそね、一時のなんかママタレとして綺麗に収まってますけども、元はでギャルモデル出身ですよね。ほら、忘れてませんよ。すごいやり手のね、商品もいっぱい売ってはったんですけど、皆さんどうでしょう。お次はタッピーナ。まあね、イメージ通りいろいろあって、沈んだり浮いたりするとこはまるでヤンキー精神、ギャルというよりヤンキーでしょう。でもね、子供を産んだり離婚したりいろいろ、まあ、あるお方なんですけど、スタイルのキープだけは、これはもう努力ですね。いやー、見習いたい。そして私は世間が思ってるよりもユッキーナは可愛くて綺麗と思っています。今でもね。そして今はなんとガルフィーのモデル、お似合いです。お次はクミッキー。今でこそ清楚なね、ママタレモデルみたいになってますけど、バカでかいリボンをつけてね、頭の上でピースをする、これこれこれ、クミッキーポーズでしたっけ。いろいろありましたね。うわー、時代感じるわー。でもまあ、お綺麗ですよね。スタイルもいいし。これは別にええやろ。そして鈴木奈々ちゃん。田舎臭さ、バカさ加減がちょうどいいですね。これも。顔も可愛いですしね。今の最近の方が好きですね。大人になって人妻の色気みたいなの出てきてません？皆さんが思ってる1.5倍私は好きです。そして、見てください。有村架純のパチモンに見えてきませんか？続きましては、若槻千夏さん。エントリーさせるべきか迷ったけども、一応ね。はい。続きまして、安西ひろこさん。今でもね、ちょうどいい感じのギャルギャルしさを残してますね。40超えてるんですけどね。それでも若い時はすごい今よりも黒くてギャルっぽかったですね。いや、ギャルでしたね。すいません。そして浜田ブリトニー。まあ、漫画家兼ギャルタレントですね。ぽっちゃりしたイメージあったけど、まあ、尺で分かってほしいですね。今井花さん。まあね、渋谷ギャルですね。テラハと渋谷ギャルのイメージしかないけど、今はどうしてはんねやろ。そして小森純ちゃん。まあ、ペニオクのイメージがちょっと強いんですけど、元祖喋れるおバカギャルタレントみたいな感じでしたよね。すごい返しうまくて、いじられても OK みたいな。最近も綺麗ですね。復活してほしいです。まあ、レイポヨとかそんなは、まあいいか。そしてね、矢沢シーン。なんと昔エッグのモデルをしてたとか。そして根本弥生さん。顔がね、七変化、いろんな、ちょっと加工かな、いろいろあるんですけどね。まあ、さて皆さん、いかがだったでしょうか？誰が一番好きですか？今回はね、ギャルっていう明確な定義をつけずに、ギャルタレントっぽいのを並べてみました。よければ教えてください。